チャッキー王子のホラー映画館。はい。フレディバーサス・ジェイソンです。はい。ご機嫌いかがですかチャッキー王子です。おはようございます。こんにちは。こんばんは。えー、おやすみなさい。これから出かける方いってらっしゃい。はい。えーと、今回はフレディバーサス・ジェイソンです。えっ、ー、と、まだ見てない方、これから見る方はブラウザーバックおすすめいたします。はい。 えっと、これはですね、13日の金曜日に出てくるジェイソン・ボーヒーズと、えー、エルム街の悪夢に出てくるフレディ・クルーガーの対決を描いた大傑作映画ですね。日本でもね、ホ方映画で、サダコ対カヤコって映画があったんですけども、まあ、あれはあれで、まあ、面白いは面白かったかなっていうか、あのー、まあ、このフレディ vs. ジェイソンは、特筆すべきは、 まあ、あの、お互いの武器交換試練があるんです。後ほど言いますけどもね。はい。まあ、ストーリー的には、あの、エルム街の悪夢、ファイナルナイトメアから10年後の話。えー、まあ、エルム街では、フレディの恐怖を忘れている人間がたくさんいまして、フレディは地獄の底で、また恐怖を呼び起こすために、ジェイソンを使ってですね、あの殺人を操作するんですよ。 んで、あの、フレディの恐怖を蘇らせようとするんですけども、ジェイソンが暴走し始めて、正義は効かなくなったフレディは、とうとうジェイソンとの対決をします。はい。えー、まあ、ぶっ飛んだストーリーなんですけども、まあ、なかなかね、これがね、うまくいってましてね、えー、最後はね、お互い、斧のをフレディが、鉄の爪をジェイソンが持って、 突き刺して、あ打ちで終わるって形なんですけども、あの、VS シリーズとしては僕は、エイリアン VS プレデターよりは好きですね。あの、火のついた斧を持ってね、あのトウモロコシ畑をね、のっしのし歩くジェイソンとか非常にかっこいいですしね、スプラッタシーンも、あの、容赦なくてにやってきますし、夢で殺されて現実で殺されるという恐怖っていうのは二重に面白くてですね、ええ、あの、見応えはありますね。 まあ、あの、リメイク版は失敗してしまった2作品なんですけども、あのー、まあ,あの、これまでが、あのー、このフレディバーサス・ジェイソンまでが一つのシリーズの完結編と捉えてもらえれば納得はいくと思います。はい。えー、まあ、ロバート・イングランドね、この時も60代だったのかな。あの、頑張ってフレディやってましたね。あの、ジェイソンは転用ホッダーではなかったんですけども、あのー、 それなりに体格の生かしした体型でドッシのノと歩いていきますね。はい。えー、ということで、秋の夜長、ホラー映画などどうでしょうか。酒のつまみにどうぞ。さっきようじでした。チャンネル登録よろしくね。